クローゼットの片隅で出番を待ってるレザージャケット、いいよ今日は前と一緒に行こうか、軽くブラシをかけて。はいどうもこんにちは、ショコラです。僕はですね、今なんでこんなに寒い12月にですね半袖1枚でいるのかというとですね、答えはあそこにあります。はい。今日ご紹介するですね、服がむちゃくちゃ暖かいというか、もう場合によっちゃ暑いぐらいなんですよね。はい。その名もですね、もうほんとわかりやすくモンスターがついております。モンスターパーカーですね。はい。こちらになります。このモンスターパーカーをね、今日はちょっと紹介しようかなと思っております。で、ちょっと寒いんで、暖房もつけてないんで、ちょっと着てみます。はい、これが着るとこんな感じですね。はい、ちなみに色はネイビーで、ブランドはですねワイルドシングスですね、ワイシンと言われているワイルドシングスです。はい、そもそもね、なんでこの、モンスターパーカーを買ったかというとですね、前に古着屋さんでハッピースーツを購入したんですね。で、ハッピースーツを買って、ハッピースーツ初めてこう本物をね、着てみたところ、思ってた以上にあったかかったんですよね。まあ、ダウンの8倍かって言われると、体感で8倍とは感じないんですけど、ただ、本当にあったかです。本当にあったかいです。なんで、こう、じわじわっとね、来る感じがして、あ、これは本当にハッピースーツやっぱ、言うだけあってあったかいんだなっていうのをこう実感できたんで、で、それを実感しちゃうとですね、やっぱりこう最上級をやっぱこう試したくなるっていうのが人間さがじゃないですか。というわけでですね、ハッピースーツよりも丈が長くて、まあ正直中のプリマロフトとかね、その、まあ、量はもちろん違うと思いますけど、長さが長くなって、要は腰までカバーできて、結構長めのこの、はい、長くなって、まあ、形ももちろん違いますけど、まあ、スペック的には本当ハッピースーツの暖かさで言えば、上位互換ですね、長い分、その分、まあ、量も多いし、腰とか足の太ももくらいまではカバーできるので、まあ、知る限りかなり暖かい、もう上位のもう本当にところに入る服ですね、モンスターパーカーをね、ちょっと行ってみたいなと思ってですね。で、モンスターパーカーを探した時に、やっぱりこうオリジナルのというか、その軍に支給されているミリタリーものを探すと、やっぱなかなか見つからないんですよね。あってももう10万ぐらいはやっぱ全然しますし、あとやっぱりその何ですかね、古着なんでダメージだったりとか汚れだったりとか、その程度もありますし、あと何よりやっぱサイズがないですよね。サイズがないんですよ。もうだいたい俺の身長で言えばもう本当に S サイズでもうでかいぐらいなんですけど、もうだから M とかL とか XL なんてなったら、もう本当にまあそういうあえてそういう着方をするんだったらあれですけど、そこまでビッグサイズにこう着る、ゆったり着るっていうわけじゃなければ、やっぱり俺は S サイズぐらいじゃないとまあ着れないなっていうところで、まあ本当値段も落ち着いていて S サイズでヴィンテージの、まあ、ヴィンテージというか、まあ現行っちゃ現行なんであれですけど、ミリタリーのオリジナルの軍支給品のモンスターパーカーを探すっていうと、もうちょっと途方もないなと思ってですね、まあ別にそこまでやる必要はないかなっていうところがあったので、あと、まあせっかくならね、ワイルドシングス行ってみたいなと思ったんです。っていうのも、そのハッピースーツを買った時も、ワイシンだと正直普通の他のメーカーさんより、ブランドさんより1万円ぐらいちょっと高くなったりしますみたいなことをちょっと古着屋さんに聞いたこともあったので、やっぱワイシンって人気あるし、やっぱりいいんだっていう、ちょっと他のメーカーとね、そんなに差があるのかどうかわかんないですけど、まあなんかこうブランド的なあれがあるのかなっていうのもあってですね、ワイシンも行きたいなと思っていたんですけど、まあモンスターパーカーでワイシンを探してってなると、もうそんなの本当に S サイズとかになるともう見つかんないなと思ってたところ、逆にモンスターパーカーからこうサイズだ、ワイシンだって探すよりかは、逆にワイシンから行っちゃった方が早くないと思ったんですね。ワイルドシングスがいいなと思ったんだったら、ワイシンで最新のモンスターパーカー出たら、そっち買っちゃったらすぐじゃんと思って、新品だしと思ってですね。って思って探してみたところ、いとも簡単に普通に新品で売ってました。それがこちらのワイルドシングスの今期の2021年のハッピースーツですね。はい。普通にありました。なんか特にこうめちゃくちゃ品切れでとか、軍に指揮してて忙しいんでこっちがとか、そういうの全然なくって、普通にホームページに各色、今年の各色、まあ、サイズによってはもちろん全然サイズ掛けがもうあったんですけど、色とかサイズ、これってのがなければ全然まだ選べました、俺が買った時には。はい、俺はですね、今回ネイビーを選択してみました。はい、黒は結局なんだかんだニットだとかカーディガンだとか、また他のアウターとかも、まあ、黒はちょこちょこもう多いなと思ってたし、ネイビーってあんまりいかないなと思ったので、ネイビー行ってみようと思って、でインスタもね見てたんですけど、インスタで結構その海外の方だったんですけど、そのモデルさんがネイビーをね結構可愛く着てたんで、あ、ネイビーいいなと思ってですね、ネイビー行ってみました。でもし仮にハッピースーツが気に入らないと、デザイン的にねちょっと微妙だなと思っても、もうこんだけ実用的なハイスペックさがあれば、正直別にバイクのインナーとして、インナーというかまあアウターでいいんですけど、バイクと乗るときに使えるんで、もうガチで普通に間違いなく使うだろうなと思ったんで、これはもう別にデザインが気に入らなかろうが、色がやっぱなーって思おうが、もう全然実用的なんで買おうと思ってですね、それで行きました。しかもお値段もですね、だいぶ安いです。思ってた以上に安かったです。びっくりしました。本当にミリタリーのオリジナルを探すのの半額以下で買いました。はい、ちょっと全体をお見せします。こんな感じですね。はい、こんな感じです。まあもちろん普通にこれを見てね、いいなって思ったのもあるんですけど、そもそもイギリス軍のペンタイルスモークがすごい、去年、一昨年、今年ぐらいにすごい流行りだしたじゃないですか。あれが、結構ロングだけってことでもないですけど、まあちょっと長めの、こういうネイビーの色でね、あったんで、全然もちろん物は違いますけど、ネイビー見てたら、なんかすごいネイビーもありだな、いいなと思ったので、ちょっとね、質感とか全然素材が違うんであれですけど、ネイビーのアウターっても全然ありだなと思ってですね、なんかその印象があったので、ネイビーもありかなと思って、俺はネイビー行きました。まあ別に、本当買ってみてどうかっていうと、まあ可もなく不可もなくっていう感じですかね。はい。別に違う色でも良かったような気もするし、まあ別にネイビーでも良かったかなっていう感じですね。はい。こんな感じです。まあ、無難にいくなら黒でもよかったかなっていう気はしますし、他の色はねちょっともう S はサイズ掛けがちょっと出てたので、はい、っていうのもちょっとありましたが、まあでも別に良かったかなって感じです。で実際どのぐらい暖かいかというとですね、むちゃくちゃ暖かいです。本当に暖かいです。舐めてました。正直舐めてました。はい、でもやっぱダウンのモコモコのこのリアルな見た目からこっちのこの薄い感じ、やっぱ薄いんですよね。やっぱねちょっとそのダウンとかのを見てるとペラく感じちゃうんで、ほんとこんな薄くてそんなあったかいのかなって思うんですけど、やっぱほんとね熱を持つっていうか、こいつ自体がすごいあったかくなるんで、その何ですかね、回路を挟んでるわけじゃないんですけど、ほんとポカポカしてくる感じであったかい。この間ホームセンターに買い物行った時に中そんなに着込んでないのにこれ着てたら店内も暑すぎてちょっとびっくりしましたね。あれで初めて、あ、本気であったかいんだなこいつと思って、はい、もう脱ぎましたね。着てらんないなと思って。だから正直本当ちょっとオーバースペック気味なところが本当ありますね。このね見た目に騙されたらいかんなっていう気がすごいします。はい、でなんだろう、ディテール的にはですね、まあここら辺は本当ホームページ見たり商品のなんかを調べてもらった方が早いと思うんですけど、まあ、ここにでっかいポケットがあるんで、まあ、ここに携帯とか入れたりとかするといいかなと思いますね。でこっち側はここにポケットが1箇所あるんで、でここも結構深めなんで、ここもですね、はい、正直ほんと実用性で言うとポケットむちゃくちゃ大事なんで、ここに内側に内ポケで2個こんな大きいのがあるってすっげえ俺的には嬉しいんですよね。はい、で外はここと、まあ、こっちに普通に左右に1個ずつあるんですけど、これはね正直そんなに深くないんですよね。そんなになんで、ちょっとね、ジップを開けっぱにしてると、ちょっと落ちやすい気もするんで、まあ、ジップがその代わりついてるんで、別にジップしちゃえば落ちないんで、まあ、ジップして使えばって感じ。あと、しかもダブルジップなんで、上からも下からも締めれるんで、まあ、好きに使える意味では、まあまあ、全然使えるからって感じですね。フラップもついてるので、まあ、そういう意味では、落ちにくさも考えられてるんだろうなっていう感じですね。はい、そんなに深くはないんですよね。この間ちょっと、ここで中に絞れるやつが入ってるんで、ここキュッて縛るとちょっとスタイル的にこうキュッとなるんで、結構まあそうやってデザイン的にね、ちょっと遊びたければここをキュッと締めることで、まあ、さらに防寒性も増すのかなっていう感じもありますけど、ただここ締めてみたんですよ。面白いなと思って締めてみたら、もうここがギューってなってポケットがほんとちっちゃくなっちゃったんで、まあその分こっちを使えよっていうことで結構デカめのが2つついてるとは思うんで、まあ十分っちゃ十分ですね。はい。で、ここにこれがついてるんで、最後このジップを締めた後に、ここで本当に風よけですね。前のこうできるんで、風も入ってこないよみたいな感じですね。はい。ちょっと締めてみますね。これジップいつも手間なんですよね。はい、でこれもダブルジップになってるんで下こう開けることもできるしっていう感じですね。まあどっちも使えてかつここでま留めるという感じですね。はい、で俺は結構フード出してる方が好きなんで、あんまここの首もこと四角くもこってなるよりは結構フード出しちゃうタイプなんで、こんな感じで着てます。暑い暑いって感じですね。まあフードかぶるとこんな感じですね。はい、うん、暑い。ただちょっと着てみたで、バイクも乗った所感で言うと、ここはちょっとゆるっとしてるんで、正直風は結構ここ入ってきちゃう気がするんで、マフラーはした方がいいですね。そのこれでもまだ寒ければ、はい、まあ、十分あったかいんですけど、こんなもんかな。締めてもまあちょっとこうだけ、まあ、ただここ首元多分こんだけあったかいんで、ここギュッて締めたら本当にオーバースペックすぎるんで、多分余裕を持たせてるとは思うんですけど、まあ、ちょっとバイク乗ってって風が入ってくるとここがちょっと寒いのは嫌なんで、まあ、マフラーはするって感じですね。まあ、でも防寒的にはもう十分です。特にそのタウンユースで考えたらもう全くマフラーいらないぐらいの本当にあったかさはありますね。はい、こんな感じですかね。で、あと機能で言うともう一個、実はですね、ここにこんなのがついていて、はい、これがついていて、これ何と思ったんですね。で、最初はなんかこう丸めて畳んで、なんかこれをこう湯わくというかちょっと回して、なんかこうしょえるのかなってちょっと思ったんですけど、どうもそうじゃない感じだったんで、なんだろうなと思ってですね、調べたんですけど、あんま載ってなくってですね、ただ1箇所だけどっかのこの販売してる、お店にの、ネットショップの中に画像で載ってたのがあったんで、これかと思ってですね、使い方をやっと判明しまして、それがですね、こうですね、着たままこうですね、こうでした。はいでこれ何なのかっていうとですね、やっぱこいつがハイスペックすぎて熱すぎた時にこう脱ぐじゃないですか。でもこれロングだけのモッコモコで、言ってもね、ダウンに比べれば薄いですけど、言ってもモッコモコしてて、だいぶ傘もあるんで、こいつをまあこう手に持つとまあこんなんにはなるんですよね。なんでまあバッグに入れるわけにもいかないサイズだし、手で持つには結構でかいと、まあ、軽いんですけど、重くはないですけど、やっぱでかい容量はあるんでっていうのを解消するためにしょえるようになってるみたいですね。はい、もうこれはこいつがもうこいつ自身がむちゃくちゃあったかいことの証明ですよね。本当着てらんなくなることがあるので、着てらんなくなったら脱いでねっていうことじゃないですか。すごいですよねすごいですよね。バレンタインの日にもうトラックで行くぐらいの自信じゃないですか。はい、もう下駄箱絶対入りきらないんで、もうトラックで行きますみたいな、はい積んでねみたいな、もう一歩間違えれば、いえいえそんな乗せないからないからそんなって言われるレベルのをもうでも本当にこいつはマジでそんぐらい暑いんで、なんでこの間ホームセンターでこれやりました。はい、暑すぎて着てらんねえって思ったんで、早速これにしてですね。でやっぱこうするともう触れてんのここだけなんで、ちょっとここあったかいですけど、でも全然ですね。はい、で手も開くし、普通にカゴも持ってこう大掃除の道具をこう普通に買いながらですね、全然いけました。というわけで本当にね、かゆいところにも手が届くこんなストラップもついてですね、すごいなと。本当に実際その暖かさも含め、まあデザイン性も含め、なんかこう本当いい服だなと思いました。はい、というわけでですね、本日はこちらのワイルドシングスのですねモンスターパーカーの紹介でした。気になる方はね、ぜひ買ってみたらいいんじゃないかなと思います。これは本当に寒がりな人とか、まあ、それこそバイクとか釣りが趣味とか、寒いところによく行くとかよく住んでいるっていう人はむちゃくちゃ使える使えるコートだと思います。はい、まあコーデうんぬんっていうか、まあ、コーデもね、もう本当にこういう薄手にバサッと何気なく着るっていう感じで、全然ある程度様になりますし、いいんじゃないかなと思いますし、使いやすいです。まあ、何より暖かい。というわけで本日はこちらのモンスターパーカーのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。